はい、どうも、ゆっきーでーす。ですね、以前からちょっと興味があったんですが、ポケモンカードゲーム、をね、まあ、開封していこうかなと、思っているわけです。今回買ってきましたのが、こちら。ポケットモンスターの、カードゲーム、サン&ムーンの強化拡張パックという、まあ、1パック、まあ、だいたい250円ぐらいの、商品です。それを1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18パックですね。購入しました。これはなぜ購入したか。簡単です。これにはですね、実は、超値段が高い、ね、カードが入っているということで、それ目当てにね、買ってみました。うん。それでですね、こちらに入っている、まあ、ランダムでね、全部で51種類プラスアルファということで、だいたいね、何個だろう。60種類ぐらいかな。レアカードを含めると60種類ぐらい入っているものなんです。はい。こちらにですね、入っていて、超激レアなのが、こちら、ウルトラ、レアのダブル無色エネルギー。俺ね、実は昔ね、ポケモンカードやってたんですよ。やってたんですけど、この頃はね、まあ、裏面がね、旧裏面でして、もう今じゃ多分使えない、公式大会では多分使えないはずなんですけどね。まあ、はい、その時のね、まあ、ポケモンカード GB とかの時代の、商品だったんですが、まあ、このダブル無色エネルギーのウルトラレアがですね、なんと、買取価格が1万円というね。これだいたい5000円ぐらいしましたんで、250円かける18パックなんで、まあ、4500円ぐらいですかね。はい。4500円ぐらいです。なので、そのダブル無色エネルギーを1枚当てれば、プラス5500円になってしまうというね。スーパーね、最強の、感じになっております。ということでね、一泊ずつ開けていきたいと思いまーす。このね、ダブル無色エネルギー。それもね、ダブル無色エネルギーのね、ウルトラレアっていう、まあ、いわゆる、キラカードですね。を当てなければいけません。簡単に言うと、宝くじですね。ね。1枚250円の宝くじのようなもんです。ポケモン。こっちか。お？はい！EV。これなんだろう。キラキラしてますね。うん。すっごい、そしてこの指紋がつく。すごいキラキラしてる、ほら。生拳。日輪の祭壇。知らないカードばっかり。アローララッタ。基本フェアリーエネルギー。こちらね、俺がね、やっていた頃にはなかった。このフェアリーエネルギーと、あと悪エネルギーっていうのが出たらしいですね。はい。どれがレアなの？ちょっと待って。あれ？レアカード今当たった？これ。全部光ってて何がレアかわかんない。レアとか書いてないのか。あれ？これもしかしてレア、一パックにレアが一個も当たんない系の、まさか、一パックにレア一枚も当たんない系のあれなの？ポケモンって。遊戯王だと、昔の遊戯王はね、確かに、全部ノーマルカードとか、
あったんですけど、今はね、遊戯王はね、絶対にね、ワンパックでね、どれか、レアが当たるという感じなんですけど、うっそー！マジで？全部ノーマルカード？まさか。マジで？全部ノーマルカード？あ、やばい。これは、すごい、無理な気がしてきた。全部ノーマルカードってちょっとやべえな。はい！ニャビー。全然知らないですね。最近ね、ポケモンのね、ムーン買ったんですけど、安かった。ニャビー。ニョロモ。スクロー。フクスロー。シロデスナ。え、本当に当たんないの？ちょっと基本、草エネルギー。マジで？もしかして1万円の理由が分かった気がする。うん。これは、やばいな。しかもレアカードとかノーマルカードとか書いてないんだね、今の。昔のさ、ポケモンカードはさ、ここのさ、右下とかにさ、丸とかさ、三、ひし形とかさ、星とか書いてあったんだけど、もうこれ、何も書いてねえよ。本当に何も書いてない。あれ？そんなレアカードの、レアかどうかすらわからないってちょっとやべえな。はい。泥番号。あ、木狼だ。これ僕がムーンでね、ポケモンのムーンやってる時に、これ、一匹目選びました。お、おしゃまり。これは、あれかな？まあいいや。ハイパーボール。これレアじゃない？これハイパーボール。でもなんか光ってないな。はい、基本超エネルギー。どれがレアだろう？だってレアとか書いてないんだもんな。これ後でいくら当た、もしかして当たんないかもしんない。やべえな。レア1枚も当たんないとかないよ。さすがに。まあ、全部これバラで買ったんですけどね。なんだっけ、ボックスで買えば、レアは、ウルトラレア1枚確定とかじゃなかった。スナバー、アシマリ、ニャヒート、エネルギーリサイクル。フェアリーエネルギー。わからねえな。このエネルギーリサイクルっていうのはレアなのか。自分のトラッシュにある基本エネルギーを5枚相手に見せてから山札に戻して切る。弱そうだな。あんまり強くなさそうです。あ、キラカード5枚入りって書いてあるわ。確かにキラだ。キラカードっつったってお前。ただ光ってるだけじゃねえか。ノーマルカードを光らしただけでしょ、これ。キラカード5枚入りって書いてある。お、アローラコラッタ。アローラコラッタ？お！キーター！ここに光ってる。これは超スーパー激レア。ひどいで。マルチ付け替え。そして、あ、この4番目に来るんだね。はい！うわぁ、ガオガエン。GX。ピカーン。スーパーレア。スーパーレアだかなんだかもわからん。ただのレアかもしれない。そして基本、あ、鋼エネルギーも、追加されたんだっけ。ちなみにこのガオガエン GX が某買取サイトで、ちょっと待ってくださいね。調べます。ガオガエン GX。これかな？レアレアですかね？多分。レアレア RR って書いてある。ガオガエン GX、なんとたったの50円
50円当てたよ。やったね、さえちゃん。50円玉もらったよ。まあ言うてこれ250円ですから。250円で50円当てて一体何が楽しいんだって。話よ。あ、またイーブイちゃん。イーブイ、ダマコブシ、鬼とどり、誰だかわかんない。ランテス、なんだ、かっこいいこれ。これなんだ、鼻カマキリかな、これ。なんか鼻カマキリっぽくてかわいいですね。ソーラービーム。ゴミ。っていうかさ、せめてさ、左下とか右下にさ、レアカードかさ、どうかとかさ、書けよ。ポケモンカードマジで、アホかよ。何レアかもわからん。昔はちゃんと書いてあったのにな。あの、マジック・ザ・ギャザリングも昔やってたんですけど、マジック・ザ・ギャザリングもちゃんとあの、レアかどうか一発でわかりますからね。あの、右、あの、ちっちゃくね、なんかね、あの、色で判別できるんですよ。なんだこれ。投げつけざる。お、なんだこれ。クソクムシ。アゴジムシ。ん？鬼、と、ど、踊りとり。もうわからん。なんだこれ。ガチリンの祭壇。炎エネルギー。ゴミカス。まあ昔遊戯王も実はやってたんですけど。遊戯王はね、結構面白かったですね。ただね、あの最近っていうかね、もうだいぶね、昔ですけどね、あの、効果モンスターの効果が多くなりすぎててね、あのもうついていけなくなった。中学3年生ぐらいからね、もう、めちゃくちゃね、効果モンスターの効果が多すぎてね、意味不明になったからやめた。泥番号。雫も。改造ハンマー。お、アブソルだ。アブソル、かっこいい。超エネルギー。まあ、基本的に、こう、ピカピカ光ってるやつ。じゃないと多分買い取り価格は高くはないと思います。砂場、ニョロゾ、ガチリン、違う、日輪、フクスロー、フスクロー、フェアリー、ゴミ。まああれだね、宝くじですね。あの100円のさ、なんだ、スクラッチくじみたいな感覚よ、これ。スクラッチくじやってるようなもん。ニョロモン。お、なんだこれ。カリキリ。カマキリっぽいこいつ。かわいい。こいつ、あれだな。ムーンで捕まえたらこいつ、主力にしよう。不思議な飴。これ不思議な飴は、これあれか。これ俺の同じカードがあるんですよね。不思議な飴でも、あの、ピカピカ光ってるやつがあるらしい。金色にね。それは高いみたいですね。不思議な飴。コスモウ。あ、コスモウムってこれあれじゃん。コスモウムって、あれのやつじゃん。ストーリー上重要になってくるやつじゃん。これ。基本派がね。全然あれですね。てかさ、この光ってるやつさ、すんげえ指紋がつくんだけど。ニャビー。デンジムシ、ハイパーボール、鬼ドリードリー。あ、でも、これ懐かしいな、このカードの束。まあ、一般的にはデッキと言うんですけどね。ドヤ顔。ドヤ顔。アゴジムシ、アジマリー。ハイパーボール、フクスロー、ゴミ。
まあでもね、ポケモンカード GB とポケモンカード GB2、あれ面白かったっすよね。当時、今もかどうか知らないけど、ポケモンカード GB2 がね、すげえ値段高くて、確か俺が中古ショップで、いわゆる裸ソフトを、3000円で買った記憶ありますね。GB2 がね。でもそれなりにそれの価値はあったね。EV、ニョロゾー、おしゃまりー、バンバドロゴミカス。砂場ニョロモニャヒートエネルギーリサイクル。もうゴミしか出ねえじゃん、マジでこれ。おい、わかった、そういうことか。ポケモンカードってあれか。わかったぞ。遊戯王と違ってレアが出ないシステムや。ワンパックで絶対レアが出ないかもしれない。出るかもしれないけど出ないかもしれないっていう。お？なんだこれ？あ、びっくりした！これ金ピカだからなんか、金色だからうおーっと思ったらただの電気タイプだった。鬼ドリドリ。あ！これは？ははー。やばい、今分かってしまった。そういうことか。ルナーラ、これあれですよ。ルナ、ポケモンムーンの表紙に出てくるやつ。あー！一個あれ分かっちゃった。コスモームから進化ってここに小さく書いてある。こいつ伝説のくせにあれか、三進化するタイプの伝説か。うわー、それもネタバレ食らったわ、マジで。で、コスモックから進化するんでしょ、これが。で、進化して、それがこれがなって、これになるの。ちょっと無茶ありません？これ。うわー、それ後で知りたかったわ。ポケモンムーンやってる時に後で知りたかった、それ。でもこれまで伝説ポケモンってさ、いわゆるさ、表紙になってたポケモンってさ、全部さ、進化しなかったパターンだったっしょ。ねえ。ねえ。XY もさ、あれやん。ねえ。XY のあいつらも。今回三進化なのか。うわー、それ、うわー、なんか、そう、うわー。コスモッグがあれなんか重要なキャラだっていうのは分かったけどさ、まさかあれが進化してまた進化してルナーラになるってそれは知りたくなかったわ。うわ、なんでこんなとこで知っちゃったの。くそ、最悪。なんというネタバレ、壮大なネタバレ食らった。最低。はい、泥番号モクロこだわりハチマキ。お、あ、いやー、おい、またかよ、ガオガエン GX。うんこ、またお前か。こだわりハチマキじゃん。すっごいこれ指紋つく、マジで。最悪。光ってるからか余計に指紋が目立つというか、絶対につく。なんだよ、ガオガエン GX とかいうクソポケモン、マジで。殺すぞ。お前50円だからいらないっつー言ってたじゃん。しかも同じの来たじゃん。同じの来ても何にも面白くねえよ、お前。ちなみに技を見てみましょう。ハッスルブロー。1マナ。炎1マナ。自分のベンチの炎ポケモンの数かける20ダメージを追加。まあ、炎デッキには強いかもな。タイガースイング。コインを2回投げて、表の数かける50ダメージを追加。80プラス。バーンスラム GX。相手の、バトルポケモンを火傷にする。対戦中、自分は GX 技を1回しか使えない。200。
大して強くねえ。おい、あと2パックしかねえんだけど。やばい、これ惨敗する予感しかしない。これ惨敗だわ。ポケモンくじ惨敗だ。は？は？あー！コスモーム！テレポート。このポケモンをベンチポケモンと入れ替える。かわいい。コスモームかわいいですね。あ！なんだこれ。ゴミだ。鬼しずくも。ゴミカス。ゴミカスカード。ちょっと。マジでこれひどいわ。買取価格なんと4500円使って出たのがたったのガオガエン GX が2枚。うわー最低。ガオガエン GX2 枚とか、せめてさ、せめて別なカード来てほしかったな。出てレアレアかよ。ゴミカスじゃねえか。でもハイパーボール50円だよ。ハイパーボール当たったよ。ハイパーボール。どっかに行ったな。ハイパーボールも高いらしいです。ほら、ハイパーボール。これもね、これノーマルだけどね、高いらしい。50円。あと高いやつは、あ、こだわりハチマキも200円じゃん。やった！むしろこんなクソレアカードよか高い、こだわりハチマキ。すげえ！当てちゃった。あれ、他にもこだわりハチマキないよね。見てないよね。こだわりハチマキ。あ、ハイパーボールもう一個ある。あれ？これ意外と。ん？不思議な飴は高くない？不思議な飴。意外とこれノーマルカードでも高いカードあるぞ。ワンチャンあるぞ、結構。改造ハンマーは？2円。2円ってな。2円って。1枚2円だって。なんなんだよ、それ。そのクソみたいな。2円だったら0円でいいわ、その。売らねえよ。1枚2円で売るかよ。あとこのエネルギーリサイクルっていうのが10円らしいです。ということは？あ、ハイパーボール3枚やハイパーハイパーボールハイパーボール3枚も入ってた。あとは多分ないな。あとはゴミカスうんちカードしかないな。あ、アブソル20円アブソルあったよ。アブソル20円だって。お？このエネルギーリサイクルが10円でしょ？ちょっと計算してみようぜ。なんか勝負に負けて、試合に勝った感じ。ルナーラは？ルナーラこんなかっこいいのに、ゴミカスうんち？マジかよ。アブソル20円。アブソルあったっしょ。エネルギーリサイクル。何気にエネルギーリサイクルも多い。これは、試合に負けて勝負に勝った。お？これ儲かったんじゃないか。あ、アブソル、ほら、アブソル。アブソルあんよ、お前。やっべえ。1枚10円とかマジで。たったの10円玉。だがな、10円に泣くものは10円に笑うのね。こんなもんだな。ガオガエン GX がゴミカスのうんちカードなので、50円でしょ？ 50 円2枚で100円。で、なぜかハイパーボールがノーマルカードなのに、1枚50円というガオガエン GX と同じなので、5、10、15で150円。これで250円でしょ？で、こだわりハチマキが、200円！こだわりハチマキ200円！
ということは、250円プラス、200円だから450円。で、450円で、450円でしょ？アブソルが20円でしょ？ 20、30、40、50。500円！ぴったり500円。なんと、なんと、惨敗です。惨敗。4500円分、カードを買った結果、プラスがいいカードがあったのは結果、500円なので、4500円じゃねえ、4000円の赤字です。あっはっは。むかつく。完全に惨敗。でもさ、1枚100円の、なんだっけ、宝くじの、こうやってコインで削るやつ。あれよかも、なんか、俺、あれ買ったことないんだけど、なんか嬉しい。嬉しい感じです。なんとなく。でですね、いろいろと、ポケモンカードゲームの買い取り価格を見たんですが、先ほどの1万円、だから、最初に言った、ダブル無色エネルギーが1万円。うん。これをね、超えるね、買い取り価格のカードはないようですね。うん。で、重要人物のリーリエっていう、ポケモンのサンムーンで、ね、出てくるキャラがいるんですけど、そいつのカードも高いみたいです。4000円とかね、になってますけども。まあ、基本的には、あのカードが、ものすごく高い。1万円ですからね。ただし、みんな、ポケモンカードゲームは遊戯王よりきついぞ。なんでかって、だってさ、一パック5枚でしょ？よく考えてみ？一パック5枚なんだ。でな、ここも重要なんだけど、5枚中、1枚は確実にこの、基本エネルギーカードという、まあ、いわゆる、まあ、マジック・ザ・ギャザリングでいう土地カードだな、が出てくるわけ。うん。まあ、いわゆるゴミカスカードのうちのさらにゴミカスカード。うんちカードの中のうんちっていう感じですね。が出てくるわけ。つまり、4枚が割と、まあノーマルカードとか。いや、3枚が確定でノーマルカードなのか。で、1枚がレアカード以上の可能性があるというだけで、先ほどまあいろいろパック開けましたけどね。まあ、レアカード以上出たのが、さっきのガオガエン GX ってやつ。2パックしか当たんなかった。18パック買ってね。2パックしかね、レアカード以上の、いわゆる、遊戯王でいうジレアってやつね。ここの文字が光ってるやつ。以上が一切出ないという状況になってます。だから、まあ。ただその分遊戯王とかって買い取り価格安いんだけど。まあ、ということでした。まあ、このガオガエン GX とアブソルとエネルギーリサイクル。まあでもエネルギーリサイクルとかどうでもいいか、これ。こんな。むしろこだわりハチマキが一番高かったから。こだわりハチマキ、200円でしょ。こだわりハチマキ高かったなぁ。あとハイパーボールも意外と高かったなぁ。うん。まあ、こだわりハチマキはスリーブに入れときたいと思います。だってお前、このキラカードよりかこっちの方が高いんだわな。キラカードよりこっちの方が高いってどういう理屈なんだろうな。全然わかんない。なんか、ノーマルレア的な、
遊戯王でいうノーマルレア的な扱いなんですかね。ということでね、ご視聴ありがとうございました。